エディ・コンドンは、アメリカのジャズバンド奏者、ギタリスト、バンドリーダー。シカゴのジャズを牽引する人物であり、ピアノ奏者、歌手としても活躍した。コンドンは、インディアナ州グッドランドで生まれた。ジョンとマーガレットの息子である。彼は、イリノイ州モメンセ、イリノイ州シカゴハイツで育ち、セントアグネスブルーム高校に通った。ウクレレを演奏した後、彼はバンジョーに切り替え、1921年までにプロのミュージシャンとして活躍した。15歳の時、アイオワ州ワーテルローで初となるユニオンカードを贈与された。彼は1920年代のほとんどの間シカゴに拠点を置き、そしてビックス・バイダーベック、ジャック・ティーガーデン、そしてフランク・テシュマッハーようなジャズの著名演奏家たちと共演した。コンドンとレッド・マッケンジーは1925年にシカゴリズム・キングスを結成した。1928年、コンドンはニューヨークに引っ越した。彼は様々なレコードレーベルのためにジャズセッションを頻繁に手配し、時にはレコーディングスタジオに持ち込み、ルイ・アームストロングやファッツ・ウォーラーなどのアーティストと演奏した。ウォーラー、アームストロング、そしてヘンリー・レッド・アレンの3人は、その当時では珍しく、人種をまたいで、レコーディングセッションを行っていた。コンドンは、しばらくの間、レッド・ニコルスのバンドで演奏し、その後、1938年からは、ミルト・ケーブラーのコモドアレコードと長期提携をした。1928年7月28日、2曲のセッションが OKeh のために録音されたが、レコードはイギリスでのみ発売された。1928年10月30日、ジャック・ティーガーデンをフィーチャーしているエディ・コンデンとフット・アーマーズとして OKeh から発表された。1929年2月8日にはエディ・ホット・ショッツという名前で発表され、ビクターのホットダンスシリーズで発表されたレコードをもたらした。1933年には、ブランズウィックのために6つの録音からなるさらに2つのセッションが録音され、そのうち2つだけが、米国でリリースされた。1938年以降、コンドンはコモドアとデッカレコードのセッションを1回記録した。1930年代後半から彼は、マンハッタンのジャズクラブ、ニックの常連だった。コンドンと彼の同僚がそこで作成した、ディキシーランド音楽の洗練されたバリエーションは、ニクシーランドと呼ばれるようになった。この頃、コンドンは、ワイルド・ビル・デイビソン、ボビー・ハケット、ジョージ・ブルーニーズ、エドモンド・ホール、そして、ピー・ウィー・ラッセルらと定期的に演奏した。1939年に、ワーナー・ブラザーズ&ビタフォン映画音楽ショートショーのオンエアに、ボビー・ハケットバンドと一緒に登場した。コンドンは1944年から1945年にかけてニューヨークのタウンホールから一連のジャズラジオ放送、エディ・コンドンのジャズコンサートを行った。これらのレコーディングは存続し、ジャズオロジーレーベルから発表されている。1945年から1967年を通じて、彼は彼自身のニューヨークのジャズクラブを運営した。最初のクラブはグリニッジビレッジにある西サードストリートに位置し、CBS 本社ビルの現在サイト上で、6thアベニュー近く、その後52丁目に移った。後には、2ndアベニューの東、イースト56丁目の南側に移動した。1950年代に、コンドンはコロンビアレコードのために一連のクラシックアルバムを収録した。これらのアルバムに関わったミュージシャンには、ワイルド・ビル・デイビソン、ボビー・ハケット、ビリー・バターフィールド、エドモンド・ホール、ピーナッツ発行、ピー・ウィー・ラッセル、ボブ・ウィルバー、カティ・カットシェル、ルー・マクガリティ、ジョージ・ブルニーズ、バド・フリーマン、ジーン・シュローダー、ディック・ケアリー、ラルフ・サットン、ボブ・ケイシー、ウォルター・ページ、ジャック・レズバーグ、アル・ホール、ジョージ・ウェットリング、バジー・ドルーチン、クリフ・リーマンドラムなどがいる。コンドンは1957年にワイルド・ビル・デイビソン、カティ・カット・ホール、ジーン・シュレーダー、ジョージ・ウェットリングらバンドと一緒にイギリスツアーを行った。彼の最後のツアーは1964年でオーストラリアと日本で行った。ツアーにはトップ主流のジャズミュージシャンも連れ立った、バック・クレイトン、P・ウィー・ラッセル、ビック・ディッキンソン、バド・フリーマン、ディック・キャリー、ジャック・ルズバーグ、クリ・フリーマン、ジミー・ラッシング。1948年、コンドンの自叙伝、We Wit It Music が出版された。エディ・コンデン、エストレチャリー・オブ・ジャズは、コンドンとリチャード・ゲーマンの共著による記事のコレクションである。後日の共同編集者である、クラリネット奏者のケニー・ダバーンは、コンドンのギグについて、次のように述べている。私は事前にバーニーとルーと食事をしたことを覚えている。みんな元気いっぱいだった。私たちはみんな味があり、音楽に素晴らしい感性を持っていた。コンドンは1971年まで巡回し、ジャズフェスティバルに出演した。コンドンは1942年にファッションコピーライターのフィリス・スミスと結婚し、二人の娘を設けた。1973年8月4日、コンドンはニューヨーク州ニューヨーク市のマウント市内病院で骨疾患によって死亡した。67歳没彼の遺族としては妻と二人の娘がいる。ありがとうございます。